まずドライイーストの予備発酵をします。40度ほどのぬるま湯を 55g 用意します。必ず触ってみて熱くないかチェックしてください。熱いと酵母が弱ってしまいます。ドライイースト 3g と砂糖 1g を入れてよく混ぜます。混ざったら室温で10分放置すれば OK です。その間に生地に入れるバターの準備をします。無塩バター 16g を量ります。レンジ 600W で10秒から様子を見ながらチンします。はい、このように指で押せる柔らかさになれば OK です。はい、10分経ったので粉類を量っていきます。強力粉 160g、 薄力粉 50g、 塩 3g、 砂糖 35g、 人肌ほどに温めた牛乳 90g、 夏場は冷たいものを入れてください。ひとまとまりにします。粉っぽいところがなくなるまでよく混ぜてください。はい、混ざったら無塩バター 16g を入れます。生地全体によく練り込んでいきます。練り込み始めて最初の段階ではちょっとこんな感じでまとまったような感じになります。これはまだバターが生地に馴染んでいない状態です。ここからさらにしっかりと混ぜ込んでいくと最終的にはこのようにベターっとした状態に変化します。この状態になればバターがちゃんと生地に馴染んだ合図になります。バターを練り込んだ後もこれよりも生地が硬いなぁと感じる場合は常温のお水を少しずつ様子を見ながら足してこのくらいの柔らかさになるように調節をしてください。手をきれいにします。周りに広がった生地も集めます。ラップをして室温で20分放置します。はい、20分経ちました。20分寝かせたことで水和が進んで自然とグルテンが生成されています。では3分こねていきます。最初はビヨーンと伸ばして折りたたみます。ビヨーンと伸ばして折りたたむ。ビヨーンと伸ばして折りたたむ。伸びなくなったら外から中央にぐいっと折りたたみながらこねていきます。無理のない力加減で手を痛めない程度にこねていただければ大丈夫です。はい、3分こねました。こねた後も生地はこのようにベターっとしています。これで OK なので安心してください。そしたらバットまたは平らなお皿に粉を振ります。生地を置きます。上からもう少し粉を振って、こんな感じで少し平らに伸ばしておきます。乾燥防止にラップをかけます。乾燥大敵なのでラップは二重にしておくと安心です。はい、このまま冷蔵庫で最低でも40分は休ませておいてください。
はい、こちらは1時間ほど休ませた生地になります。まな板の下に濡れ布巾を敷いておくとまな板が動かないので作業がしやすいです。最初に手で押さえながら伸ばして長方形っぽく形を整えておきます。そしたら綿棒で 28cm×18cm ほどの長方形に伸ばしていきます。たまに角も優しく伸ばしてあげます。はい、そしたらバターシートを包んでいきます。バターはカチカチに冷えていると生地の中でパキパキに折れてしまってうまく伸びないので、手で少し温めてしなるぐらいの柔らかさにしてから包んでいきます。真ん中にこのように置いて、手でしっかりこすって生地にくっつけておきます。その後でゆっくりとシートを剥がすときれいに剥がせます。このように封筒包みにしていきます。真ん中をつまんで閉じておきます。上と下のところもしっかりとつまんで閉じておきます。はい、そしたらまな板を縦向きに置きます。滑りが良くなるようにまな板に粉をしっかりなじませてから生地を縦向きに置きます。生地もベタつくときは粉を振っておいてください。では伸ばしていきます。最初は必ず押さえながら伸ばしていきます。体重をややかけるようなイメージでグッグと綿棒で押さえていきます。真ん中から上、真ん中から下、真ん中から上、真ん中から下というように綿棒は常に中央から外へ向けて当てるのが基本の形です。横も一緒です。真ん中から右、真ん中から左というように常に綿棒は中央から外に向けて当てていきます。ある程度まで押さえながら伸ばしたら、今度は綿棒を転がしながら伸ばします。この時も先ほどと一緒で中央から外に向けて綿棒を当てていきます。伸ばせたら4つ折りにしていきます。この時に手前を少し短くして奥を少し長めに折りたたみます。ここをつまんで閉じておきます。さらに半分に折りたたんで、これで4つ折りです。ひだのところを揃えておくと仕上がりが綺麗です。綿棒でやや体重をかけるような感じでしっかり押さえて圧着させておきます。いろんな方向から押さえて圧着しておいてください。はい、そしたら生地がもうだいぶ締まってきていて伸びがかなり悪くなっているので、一旦冷蔵庫で25分から30分ほど休ませます。伸びを良くするためです。はい、休ませたものがこちらです。もう今回は折り込みは1回だけなので、もう最終伸ばしとカット成形に入っていきます。滑りが良くなるようにまな板に粉をしっかりなじませてから生地を置きます。生地にも粉を振っておきます。はい、先ほどと同じように最初は必ず押さえながら伸ばしていきます。ある程度まで押さえながら伸ばしたら、
綿棒を転がすようにして伸ばしていきます。はい、ちょっと力が入れづらいのでまな板ごと向きを変えて伸ばしていきたいと思います。はい、だいたい26cm×15cm ほどの長方形に伸ばします。少し粉を振って8等分になるように下書きをしていきます。包丁で押し切るようにして切っていきます。ギコギコ引きながら切ると層がぐちゃっとなってしまうので必ず押し切ります。はい、そしたら綿棒で少し伸ばします。あんまりゴリゴリ伸ばすとバターが出てきてしまうので軽く伸ばせば大丈夫です。1センチほど残して中央をカットします。あとはこのようにねじっていきます。最後のところはつまんでくっつけておきます。二次発酵は30度以下の場所で、だいたい見た目で一回りほど大きくなるまで待ちます。30度を超えてしまうとバターが溶け出してしまってせっかく折り込んだ層が台無しになってしまうので必ず30度以下の場所で発酵させてください。